あれ絶対ボスだろ。宝箱でかすぎんだよ。絶対出てくるじゃん、この中から。でっかいのが。うん。まあまあ、絶対罠だ。そうだね。この中入ってるのかな。はい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 。何が出てくんの？絶対敵でしょ。ほらー、うー、こーわ。はい。皆さん、こんにちは。新しいダンジョンといえば、新しいどんな敵が出てくるのかがとても楽しみな達也です。やっぱこうさ、特にこう人外のキャラクターというかね、もうちょっと気持ち悪いやつだったりとか、怖いやつだったりとか、ちょっとだけ可愛いやつとか、かっこいいやつとか、いろんな敵がいると思うんですけど、どんなのが出てくるんですかね。情緒が不安定。よし、行くぞー。突撃、突撃。今日はここの探索だね。うん。あーら、よっと、いつもここの開けるシーン見るたびに、こう、ハンターハンターを思い出す。ガリカ、どこに目的の指輪があるかわからないのか？多分難しいと思うけど、一回やってみるね。お。誰かいるな、あそこ。ダメ、さすがに指輪の場所わかんない。でもここ、宝箱いっぱいありそうよ。なんて爽やかな笑顔。朗報だな、そうとわかれば片っ端から。あくまで我々の目的は指輪探したからな。仲いいな、みんな。肝に銘じるよ。じゃ、ビル、先導よろしくな。いいバランスのパーティーだ。ザコにばかり構って消耗するのはよそうと。なるほどね。で、君何やってんの、こんなところで。壁を見つめる男？何？なんか、旧ソ連の拷問みたいなことしてんじゃん。あの壁、どうも妙な感じだ。だが、押しても引いてもびくともしない。やはりただの壁なのか？この人の見てる壁って。え？あ、これのこと？ほいっと。近くに何か。この辺？え？なんか変な模様のある壁ね。この向こうから音が聞こえる。部屋があるのかもしれないな。ってことは扉なのかしら。でもどうやって開ければいいんだろう。開け方わかんないの？え？わからん。とりあえず探索するか。なんか赤い丸ポチみたいなやつあるけど。あ、鍵ね。オッケーオッケー、探してくる。宝箱かと思いきや、あ、こいつが風分屋が教えてくれてたやつか。確かお金の攻撃に弱いんだよね。あと光属性も弱いんだっけ。あ、なるほどね。よし、ちょっと倒してくるね。ライドオンブレード、かっこよ。乗ってる。ビルみたい。すげえ。超特大ダメージじゃん。ねえ、俺こいつ嫌い。めっちゃ状態異常してくんだけど。最悪。こういう敵がいっちゃ嫌だ。しかもメタファー状態異常残るんだよな、戦闘終わっても。装飾品として使えるやつね。宝箱開けるのも注意しないとな。ねえ、この宝箱どっちだと思う？普通に考えたらさ、こんなところに宝箱がさ、ポンって置いてあるわけないと思うんだけど、敵かな。ああ、やだ、宝箱が怖い。ちなみに今回傷薬をめっちゃ買ってきました。やっぱりHP 回復とかにも MP 使っちゃうんでね。HP 回復アイテムは今回 MP100 回復、これでかいけど、節約したいよね。めっちゃいるんだけど、何これ。え？これマイケル・ジャクソンのスリラーの撮影でもやってるこれ。こんなゾンビがいっぱい出てきてたけど、そういえば。なんかいる。
うわ、露骨になんか守ってんじゃん。これ何？ボスとかじゃないの？普通の敵なんこれ。いやー、あ、カダブリッジって君出てきたな一度見たことあるなこの子。多分魔導の光は弱点そうだよね。レイズスラッシュ、ん、何、え、また反射、あ、そういえばこのおじさん反射してくるんだっけ。俺も学ばないよな本当にな。どうしよっかな。光属性だったらいいでしょう。人形勢でやるしかないけど、HP 回復しとこう。メディラインめっちゃ回復すんじゃん。はあ、はあ、ちょっと道中の雑魚敵が強すぎない？いやちょっとさ、道中の雑魚敵が強くない？これはだいぶこのダンジョンでレベル上げしないといけないな。あ、マックスになったのね。あ、テトラブレイクか。お、最大 HP が20上がった。でけえ。出た出た。元気？ははは。ねえ、チミ、速さに自信あるか？また出た。今度は何を教えてくれるの？速いやつほど攻撃よく当たる。敵の攻撃避けられる。速さがあれば敵から逃げるときも捕まらない。戦いの時も真っ先に動ける。敵から盗むのだって速さあれば成功しやすい。速さはとっても大事なんだぞ。おいらも逃げ足だけは速いのねってよく言われ。はあ、また会ったらその時も秘密の話を教えてやる。急にテンショントーンダウンしたけど。誰かいる。何やってんのこんなとこで。なあ聞いてくれよ。信じられないかもしれないけど、俺宝箱に食われかけたんだ。あ、信じる信じる。俺も2回ぐらい食われかけた。見るからにお宝でパンパンの立派な宝箱だと思ったのに、近づいた瞬間ガバッと口が吐いて、気づくのが一瞬でも遅れたら俺今頃あの怪物の腹の中だったんだろうな。あんたらもう お宝目当てで来たんなら気をつけるよ。少なくとも俺はもう当分宝箱なんて見たくもね。じゃあ見かけたらすぐ声かけるんだよなんか丁寧な前振りみたいな感じでいるけど俺は信じてるからね。さすがに3度目の正直よ。さあ来い宝箱。普通の宝箱。おやったーあ、しかもこれなんか強そうだな。ディーラーのやつか。浄化すると目覚める系ね。よし、マジックシーカーの条件を満たしたので覚えよう。スキルだと仲間の援護攻撃が発生しやすくなる。サイクロタルカじゃいいね。ディアラマ、あ、ディアラマじゃねえか、ディアマ、風見切り、サイクロ大ダメージ。これいいな。ビタルジャ。ランク20か。よし、じゃあ、これをリシューブと。興味深い。この僕が君と出会い、司ることになったアーキタイプだね。これはね、その英雄像とは、あらゆる試練を乗り越え、ついには魔法の神髄をも探求せし、上位の旅人の姿だ。いいか、マジックシーカーを初めて身につけるためだ。7200、いいよ。頼むわ。うん、その決意を自らに命じ、己を上位の探求者の姿へと変えるがいい。かっこよ。いつかの英雄たちの魂の声が聞こえる。不安をさらなる力に変えるものよ。世界を新たな視座で見定める覚悟があるならば、我ら探求者の魂を引き継ごう。これがマジックシーカーの魂の力か。剣も新しい魔法の力も使いこなしてみせるよ。探求の旅はまだ終わらないから。なんかかっこいいこと言ってるよし、これは身につけよう。やったー。でこれがシーフだね。灰サメどうしよっかな。
敵 MP などを盗む。まあ、それは強いよね。これか、魔力の強奪。ここまでは覚えさせたいな。で、これ覚えさせたら、引き継ぎとかできるし、っていうか、これ全員シーフ一回経由した方がよくない？ねえ、一旦みんなシーフにしてさ、ランク11まで上げて、で、この魔力の強奪。あれ、全員する必要あるんだっけ、技の継承って。ちょっと待って、今、例えばこれ生命の強奪でしょ？で、これ例えばウィルで、技の継承でウィルをして、マジックシーカーをしたときに、これでけえの ?MP15% アップ。あ、ないね。だから自分が覚えたやつしか、もちろん継承できないから、これみんなシーフ経由した方がいいな。なるほど。楽しくなってきたぜ。ということで、ストロールをディーラーにしてみました。まあ理由としては、結構残攻撃をね、反射したりとか、リフレクションレジスト、うん、する敵が多くてね。まあ金ばらまいてもらおうか。貴族だし。今はね、お金ないと思うけど。よし、これでいこう。お、仕掛けを動かす。これなんだ？開いた。お？え、今の開いたのどこ？え、どこが開いたの今？あ、この先ってことね。はいはいはい。宝箱、敵っぽいな。敵っぽ、あ、おお、いいな。万能の結晶編。すげえ、全能力プラス2。これは強いね。さあ。あれ絶対ボスだろ。宝箱でかすぎんだよ。絶対出てくるじゃん、この中から。でっかいのが。うん。まあまあ、絶対罠だ。そうだね。この中入ってんのかな？はい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 。何が出てくんの？絶対敵でしょ？ほら！うこわ。強そう。やっぱり罠じゃない。なんでこんなあからさまに罠っぽいやつを開けるんだ。開けないと進まないだろ、話が。同感だ。だが文句を言ったところで、腹水盆に帰らず、開けた意味テックは閉じずだ。うまいこと言おうとしてる。確かに、嘆いていてもこいつの口は閉じない。閉じさせるには、ぶったたいて倒すしかないな。そういうことだ。みんな構えろ。いやー、これは強そうだわ。てか、なんか、いやらしい攻撃してきそう。人生勢というより、こういうボスに盗むって聞くのかな？なんかね、ちょっと動画カットしてるかもしれないけど、なんか祝福の水とか手に入れたんですよ。道中の敵とかで。盗めなかった。これあれかな？盗めなかった？え、なんか確率かな？ちょっとわかんねえや。どっちだろう？もうそういう仕様なのか。みじん切り。あ、ゴールドアタックやってみよう。あ、そうそう。これもちょっとカットしちゃってるかもしれないけど、ゴールドアタックをやるとね、お金が下にばらまかれるから、こいつがね、ちょっとね、お金に夢中だみたいになるんですよ。他の宝箱の敵は。このイミテックスには通じるかな？ゴールドアタック、クリティカル、いいね。で、これやるか。正義の鉄槌。新しいやつだね。お、しかも突弱点がついたと。これ強えな。MP、あ、これターンの問題か。サイクロン。いいよ。んで、ほら、お金が気になってるって言って。ほら、一旦ね、これで消費するんで。わ、これでいけー。よかったー、連れてきて。もう一回盗んでみようかな。さあ、来い。ああ、もう盗めないのか。なんだ。あちょっと待って、なんか盗んだ。三日月のなんとかリオン。いや、そうだよね。RPG ゲームで盗めないときって、この相手にはこの技は通用しないみたいなさ、そういうの出るけど出なかったから、うわ、これ嬉しいな。なんだろう。ちょっと後で見よう。みんな寝てるんだけどさ、ストロールがいびきがすごいんよ。あ、やばいやばい、クリティカル、激痛だ。ちょっと、
盗みとかやってる場合じゃないみたいになってるけど今。ハイザルやられちゃったじゃん。正義の鉄槌、蘇生薬で灰ザメ、もう盗むはいっかな、さすがに。あ、これやってみよう。103回復でけえ。でゴールドアタックよっしゃあ、なんか楽しい敵だったな。いいよ。さあ、さっき三日月のなんとかなんとかってちょっと見たいな。心臓止まるかと思ったわ。ひどい目にあったな。こんな見え目の罠にかかるとは深く。それでビル、さっき何か拾ってなかったか。うん、何かの鍵、部屋か何かの鍵といったところか。あ、なるほど、これで道中開けれなかったとこ開けれるのかな。探している指輪はよしあしはともかく貴重なものだろう。施錠されている場所にある可能性は高いのではないか。なるほど、うん、怪我の巧妙ですね。扉かな、探さないとね。早く指輪を見つけて、こんなとこさっさと出るわよ。この先も宝箱多そうだな。罠に怯えてちゃ得られないものもあるだろうが、警戒だけは怠るなよ。はーい。いやー、よかったよかった。これ、ちゃんとディーラー連れてきてなかったら、だいぶ苦戦してる敵だったのでは。超強かったからな。アイテム、アイテム、なんとかの、なんとか、ライアスじゃなく、あ、そうそう、これもね、うん、どこかにこの虫を集めている物好きがいるらしいので、いつか渡すんだろうね。あ、これこれ。はぁ、勝った。戦闘中、行動中に MP が中回復？やば。最強のアイテム見つけたんだけど。そういえばさ、まあ多分クエストのアイテムは右下なんだろうけど、このね、真ん中のところにもあったんですよ。これ宝箱だし、期待できるのでは？こんな開き方するんだ。さあ、うわ、3つもある。これ全部敵だったらまあまあなえるよ。頼むよ。あ、さすがに普通に宝箱だよね。あ、強い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 。ブラウスゲット。真ん中は最後にしとこう。で、これは？これはいい。ナイフ。探検か。道具に使えるのか。道具はまだ手に入れてないもんね。で、この真ん中。これだけ敵だったら俺マジで怒るよ、アトラス。いいぞ。賢者の杖。うわ、いいね、早く浄化したい。ちょっとこの賢者の杖は、今ちょうどマジシャンにしてたんですよ。あー、まあそっかそっか、まだ浄化してないもんな。それでも、160あるってのは結構期待できるね。あいつに気づかれずに宝箱取れると思う？いけるかな？うん、そうといこうぜ。うん。バレないように、バレないように。そーっと、そーっと、さあ、宝箱。いいぞ。おー、いいじゃん。42、日よけ棒ね。なんか嫌な音してるけど、嫌な音はしてるけど、バレてなーい。虫だ、虫。よし、これでここが通れると。うん。お目当ての宝はこの先にあるのでは？よし、頼むぞ。敵出てこないようにね。頼むよ。やったー、丸べのの指輪。大きな宝石のはまった指輪。まがまがしい気配をまとっている。まがまがしい気配。なんであいつこんなの欲しいんだろう。よかったー。それが指輪ね。なあ、その指輪はいわくつきだったよな。不幸が降りかかるとは聞いたな。墓場にあるということは、前の持ち主は。くだらん、所詮迷信だ。じゃあ指にはめてみるか。それは子供か。うん、まあ一旦ガリカ試す。大きさが合わないよ。真面目な顔でボケるな。ちょっとなんで、私大きすぎだし、ウィルが持ってってよね。押し付け合いしてる。頼むぞ。
結論は出たか。ではビル、指輪を届ける役目頼んだぞ。さて、すぐに引き上げるか、それかもう少しこの辺りを探索してもいい。一旦入り口に戻ってからまた中に入ってレベル上げとかしよっかな。なんかこのクエスト、ハイザメがいなくても多分成立するよね。ってことはハイザメがいたバージョンでわざわざセリフが考えられてるんだろうね。細かい。うん。あれでもハイザメいなかったら、盗むの技使えないよね。じゃああのアイテムも手に入らなかったってことなのかな。うわ、すげえ。楽しい。じゃあセーブします。よし、じゃあ。全ての宝箱も開けたし、あいつのところに届けに行ってやるか。ね、うん、町に戻ろう。じゃあそうしよう。そうね、今日は何食べようかな。とりあえずヒルゲンベルクが料理担当じゃなければ何でも食べるな。夜。うわー、ほんとパーティーが賑やかになったな。マルティラの酒場に戻ってきた。報告に行きましょう。例の指輪も手に入れたし、忘れないうちにククルスに報告に行かなきゃ。本当に信用していいのか？中が偽宝箱だらけだって、黙ってたかもしれないやつだぞ。否定できないけど、他にグライアスの形見を取り戻す方法ないしね。うん、他に手がない以上致し方ない。ただし、油断は禁物だろうな。何について話そうか。候補者との戦いについて？ゴダード、なかなかしぶとかったわね。伊達に年を取ってるわけじゃないっていうか。そりゃ俺たちの倍以上は生きてるんだし。ただまあ、老いてもああはなりたくないけどな、本当にな。けどよ、反面教師にはぴったしじゃねえか。それにお前らには俺っていう完璧な見本がいるだろ。おお、なんだろう、自己認識がちゃんとできてないな。ここは笑うところか。そうだね。何について話そうか。もう休む。いいか。出立まではあと11日だ。それまでにモリスを捕まえ、事件の真相を聞き出さねば。どうも。金のためとは言っていたが、それだけでは辻褄が合わん。事件の背後には何かからくりがあるはずだ。さて、この飯を食い終わったらそろそろお開きとするか。今日はみんなお疲れ様。毎回ガリカのあくびいいな。神王が決する日にまた一日近づく。うん、水曜日ゾロ目じゃん。激アツイベントあるじゃん。パチンカスの。そうだね、そうだね。ちょっと待ってね。すぐ形見を取り戻して会いに行くから。そう、このね、このお兄さんがね、返してくれないんだよ。面白い。本当にマルベドの指輪を持ってくるとは素晴らしいよ。君は思った以上の逸材だな。急に笑顔。逸材？とにかくそっちも約束守ってよね。ああ、盗人のことは調べがついてる。今すぐ取り返しに行けるかどうする？行くけど、なに？取り返してなかったの？じゃあ、お前本当に大丈夫だろうな、これ。おう。君は隠れてろって言うけど。いや、ヘリアントさんですね。故郷にいらっしゃるあなたのお父様のことでお話が。お父様があの恐ろしい病に倒れたことは。え？ご存知ない？実は、あの病には特別な薬草が必要なのですよ。あのビルが通りしか生えないため、旅費が必要で。あ、詐欺師だ。ククルスは詐欺師だった。こいつマルチ商法の勧誘とか向いてそうだな。お？ククルスの巧妙な話術で探求を盗んだ男はすっかり信じたようだ。よくこれで騙せたな。っていうか、よっぽど騙せるっていう自信があったんだろうね、ククルスは。自分の魔術に。では、この探求をいただきましょう。特別な薬草を手配しますから、お父様にお渡しください。探求は取り返したよ。着てる服まで巻き上げるのはやめた。君が怒りそうだ。怒るというか、呆れてます。ちなみに、奴の父親の病気の話は嘘だ。でしょうね。奴の故郷は遠いからバレやしないさ。それよりほら。引いてる。やったー。これでマリアちゃんに合わせる顔ができた。よかった。うん。勇気が上昇15,000。結構でかいね。よし。
説得力が全然上がんねえな。うい。もちろん。礼はいいよ。君の支払った労力の方がはるかに上だからね。お、分かってんじゃん。この指輪がどうしても必要だったんだ。これでとうとうみんなが自由になる。何？自由に？なんかお前ちょっと重い過去とか持ってんの？助かったよ。いや、本当にありがとう。よければお礼に君に協力させてくれ。予言しよう。君は本当に王になる人だ。ただそれには俺の力が必要だね。いや、さっきなんか詐欺師みたいなことやってたから今のところ何も信用できないけど待って、怪しすぎるんだけど、あなたの力ってまさかさっきの話術？話術も含め騙しさ、少々才能があるみたいでね。君は正直で優しい、正しい男だ。そんな奴が王になるなら俺みたいな影が必要になる。急に説得力出てきた。確かに、みんながみんなな、馬鹿正直で生きててもな、多分国政は務まらないでしょう、祭り事は。もちろん、ただの善意で言ってるわけじゃない。これは取引だ。君は俺に情報をくれ。見て回る土地や、競技会の動向や、王の魔法なんかについてね。まあ、それでいいなら。そう、来なきゃな。なら一つ教えよう。実は俺の本当の名前はアロンゾ。アロンゾ？俺をククルスと呼ぶやつはカモの合図だ。忘れてくれ。こいつはどこまでも食えないやつだな。何なのよこの人。アロンゾね、せっかくククルスで覚え始めたのに。酒場に移動し、アロンゾに様々な話を語って聞かせた。その別れ際、君が勝つための戦略に本気で協力してあげよう。お、君の種族から察するに、これまでろくな目にあってこなかった。あ、余計なお世話です。この世界には悪党が大勢いる。君が利口に生きていきたいなら、悪い奴には容赦するな。騙されたら騙し返せ。半沢直樹みたいな急にセリフ出てきたけど、何もかも奪われるぞ。うん、まあでもこれは本当にそうかもしれない。影役というか汚れ仕事というかね、そういう人がやっぱり必要だよね。肝に銘じておく。うん、別に騙しを教えるわけじゃないんだ。賢く立ち回るための術は心得てるつもりだ。信用ならない男だが頭は切れそうだ。アロンゾの戦略があればこの戦いが有利になるかもしれない。賢明だね。よし、アロンゾからの少なからぬ期待と信頼を感じる。さあ支援者か。アロンゾ、あ、道化師か。道化師の美徳を心に宿す。彼との絆を育てることで、あなたが眠る新たな力が目覚めるでしょう。バフとかデバフが得意そう。血管バキバキ。ランク1アロンゾ。フェイカーか、かっこよ。ちょっとこれも履修しないとな。王なんて誰がなっても変わらないと思ってたが、君なら面白そうだ。ん？俺はこれからブライハーベンに向かう。次はそっちで会おう。これでみんなを自由にしてやれるみたいなこと言ってたけど、まあ今のところね、ちょっと怪しいやつかなとは思ってはいますけど、これでちょっとね、誰かを救うために自分を犠牲にして頑張ってるとか、愛する人のためになんか命を投げ寄る覚悟があるとか、そういうストーリーがあったら俺は一気に好きになる。それぐらい俺は単純だ。アロンゾよ、肝に銘じておけ。よし、じゃあ今日はここまでにしておこっかな。いや、やっぱりダンジョン攻略楽しいね。しかもなんかね、ダンジョンのね、あの大きさがちょうどいい。あのメインストーリーのダンジョンはやっぱりとてつもなく広かったんだけど、こういうサブクエはね、うん、1時間ぐらいでクリアもできるし、とてもありがたいですね。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。